電源入ってないんですよ。ETC のね線香をたどっていくとここにぶち当たります。多分これ ETC ですね。まあ業者がやりはったんでしょうけど、起伏がやっぱりきれいにめくれてないですね。この接点分、この部分ですよね。どうもバロンザーマスです。今日はですね ETC 取り付けてあるんですけど電源入ってないんですよ。コードもあるけど接点不良なんか断線なんか、これをちょっと直しておきたいと思います。ETC のね線香をたどっていくとここにぶち当たりました。多分これ ETC ですよね。これ三菱間違いない。となるとよく前崎代表がよくおっしゃってるこの止め方ですね。これがあかんのですよ。もう直付けしろっていつも怒られるけど、まあ業者がやりはったんでしょうけど、被覆がやっぱりきれいにめくれてないんですね。この接点分、この部分ですよね。見る感じ、どっちかのこう、被覆がきれいに剥がれてないか接点不良を起こしてると思うんで、ここを加工して、これで電源がつけば間違いない。結構今まで大丈夫やったんかな、こんなんで。ついてなかったですよね。前までのオーナーさんとかやったら、ひょっとしたら何度も止められてるかもしれないです。ETC のゲートで。危ないので、ちょっとこれをちゃんと直したいと思います。じゃあこれでね、止めたいと思います。なるのが分かっててこんなんやもんな。特に ETC はね、自分でつけた方がええような気もしますけどね。ちょっと先端が傷んでね。職人が言ったみたいに、適当な施工多いな。アクセサリー電源のコルゴンを使います。これは丸やったかな。では動くかどうか。あ、動くかな動かないかな。見てください、やりました。接点不良はプラスの方でしたね。マイナスかと思ったんですけど、1630円。まあいいや、バッチリ治りましたね。
こういうことするからやね。まあまあ治ったんでよしとしましょう。あるんですね。しかもプラス。それでは完成です。カードを入れてください。大丈夫ですね。これで配線は全て OK です。結局カーナビ側の裏側から取られてるプラスの方の電源が接点不良を起こしてました。ね、こういうのよくあることなんで慌てず故障じゃなくて配線をチェックしましょう。それでは失礼します。バイ。